はい。皆さん、こんにちは。今日も前回の動画で解説しました WebSimAI というソフトでちょっとビジネスライクなソフトを作ろうと思います。それは今僕が GPTs で開発している画面に今出ている動画制作サポーター GPTs。これとよく似たものを作るということです。こちらの方はこの 左端のスターター、日本史上 YouTube 用はこちら。このボタンをちょっと押してみます。そうしましたら、作った動画の内容概要と主なターゲット視聴者、そういうようなことを教えてください、みたいなことが出てきます。ここで YouTube のタイトルや概要欄、そしてハッシュタグ、タグというようなものを作れるような そういうソフトです。おかげさまでたくさんの人に使っていただきまして、もう何万アクセスというところまで来ています。これを今回の WebSIM で作ったら、どういうようなやり方で作れるのか、それを皆さんに見ていただきます。もうこんな感じにある程度作っています。YouTube アップロードヘルパー、こういうような名前です。 今現代どんなことができるかここでまず曲のタイトルというのを入れますそしてジャンルはここから選択できるようになっていますまあポップというのを選んでみましょうそして制作環境というのは s n a i ーディオ、もしくは DTM この3つの中から選択できるようにしていますそうしましてもっと細かなこととかを ここの制作環境詳細というところに書いてもらいます。例えば、動画はブリューで作りましたと。こんな風にタイプしました。そして、曲の詳細などを入れていきます。夏の浜辺という曲ですので、自分はどういう思いで作ったか、ここに書けばいいわけです。そうすると、このソフトが、 さらにそこから作文をしてくれるようになります。はい。暑い夏に浜風を受けてゆったりとかき氷を食べている曲。こんな風に書いてみました。そしてサムネイル画像はどうしますかということでアニメ風とかリアル風とかこういうのが選べるようになっています。そうしましてここで生成というボタンを押します。そうするとタイトル。 というのがこうやって出ましてそして説明文のところに作文をしてくれて書けるようになっていますそしてここにはハッシュタグというのもありますのでこの部分ですね僕の宣伝は使わなくていいですのでこのようにコピペして YouTube Studio に貼り付けますそしてタグのところには このように、間区切りでテキストが入ってくれていますので、このタグを貼ればいいということです。そして、曲の内容に合わせたサムネイル、これも作ってくれるようになります。そして、サムネイル画像のダウンロードを押したら、こういう風な画面が出てきます。これはですね、サムネイルだけではなくて、いろんなものを ダウンロードするようにプログラムを作ったらこれとよく似たメッセージが出てくるんです。MIDI でもやってみたんですけれども MIDI ファイルも同じように出ました。ですからこれは今のところできないので回避策としてはこの画像自身は Web にある画像ファイルですんでこれを右クリックしましてコピーイメージアドレスこれを選択しまして 新しいブラウザのタブに貼り付けると。そうしましたら、このファイルが WebP というファイル形式で保存ができるようになります。ちょっと保存をしてみましょう。ダウンロードホルダーに保存をしてみます。保存ができましたので見てみましょう。はい。このように出ていますね。Windows の Explorer でこういう風に表示ができるようになっています。もちろんダブルクリックしますと、 ペイントやフォトのソフトでこのように編集もできるようになるわけです。今のところは画像を右クリックするということでこんな風に対処するということだけ覚えておいてください。じゃあここでちょっと今見てたら変えた方がいいなと思うことがありました。例えばサムネイルがいらない時 もう書いてくれなくっていいよっていうこともできるように、ここアニメ風とかいうのではなくってですね、いらないということを命令してみましょう。それはいるかいらないかというようなボタンを作るのも一つですし、サムネイル画像の画風セレクトの初期値はサムネイル不要してください。こんな風に言ってみましょう。 そうすると、プログラムを書き直してくれます。はい。ここを見てください。サムネイル画風のところが、サムネイル不要という風うになりました。これでもう一度入れてみましょう。はい。サムネイル不要のまま生成をしてみましょう。はい。そうしましたら、サムネイルは出てきませんでしたね。プログラム成功です。今度はタグなんですけれども、めちゃめちゃ英語が多いですよね。 これを僕たち国内の中で使う場合はですね、この検索用のタグ、これらは日本語の方がいいですので、なるべく日本語で書いてくださいという風うにしましょう。タグの回答はなるべく日本語で作成。もちろん英語が当たり前のキーワードはその限りではありません。このようにプログラムをしてもらいましょう。また入れてみます。はい。 これで生成をしてみましょう。どうでしょうか。タグがこんな風になりました。もちろん、ナープレイングとか、ミュージックビデオとか、こういうのは英語のままです。これでいいと思います。そして、抽象画ということで、こんな風に仕上げてくれました。これはどちらかというと、ミュージックビデオ、それを念頭に置いたような YouTube アップロードですので、その辺のタイトルも 変えてみましょう。このアプリのタイトルはミュージックビデオアップロードヘルパー。これに変更してみましょう。出来上がりましたね。この WebSIM というソフトはこのまま終了したりすると記録をしてくれない場合があります。いわゆる普通でいう保存の仕方ですけれども、それは右の方のここにお気に入りマーク。これがあります。これを押します。そうしまして、 先ほどまではこの YouTube アップロードヘルパーだったわけですけれどもミュージックアップロードヘルパーこちらを新しく作ったわけですからこれをパブリッシュしましょうこの名前を変えますミュージック y o u t u b e なんて名前にしておきましょうそうしますとここでコピーリンクというのを押しますこのリンクは概要欄に貼っておきますのでこのまま ソフトとして皆さんが使っていただけるようになります。これを実験してみましょう。新しいタブ。これを開きまして、ブラウザのアドレスのところにペーストします。貼り付けですね。そうしまして、エンターを押すと、はい、このようにソフトが動くようになります。音楽ビデオを YouTube にアップロードしたりしている方は、ぜひ使っていただいて、 もちろんここからですね自分の言葉を入れ替えて編集していただくというのが一番理想だと思うんですけれども曲の詳細などに先ほどからも実験してますようにちょこちょこっとですね書くだけで作文を作ってくれます YouTube の概要欄というのは案外注力して入れてない人もいますけれどもタイトルの次に大事なのが YouTube の概要欄です ここにしっかり動画の良さとか、そして作った経緯とか、それを書いておくことによって、YouTube AI はこの動画はどんな動画なんだということを認識してですね、皆さんの YouTube におすすめ、いわゆるインプレッションして表示してくれるようになるわけです。ですから、タイトルとか概要欄というのはとっても大事ですので、こういう便利な 機能を使ってですね、より YouTube が皆さんに見てもらえるように工夫をしていきましょうそれでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたまたねー